はい、皆さんどうもこんにちは、Kです。今回もですね、皆さんからいただいたコメントピックアップさせていただきまして、それについてね、いろいろ喋っていきたいなと思っております。はい。で、まずなんですけど、アルティマーの動画ですね、アルティマーの動画に来た、コメントです。ちょっと前にね、アルティマーを開封するっていう動画を上げたんで、それに来たやつですね。はい。俺はゾディアスで満足しちゃうかなというところなんですけど、まあ、これはね、個人差ありますよね。個人差あるんで、ゾディアスで満足できる方はもう全然ゾディアスで問題ないし、で、まあ、僕みたいにね、ちょっと病気な人はもうアルティマまで行っちゃうっていうね。うん。まあ、それはもう個人差があって、まあ、どっちがいい悪いっていうものではないんで、自分の好きなものを、まあ、好きなだけ楽しむというのがいいんじゃないかなと。うん。でもこの方あれかな、アルティマ使ったことあるんですかね。いいですよ、アルティマは。ねえ。はい。次ですね。なんかわからんけど、フルカーボンモノコックグリップがエロいと。エロい？そうなのかな。そして、ケイ君がこいつでデカバスをかけてる姿を超見たいと。これは多分、まあ、今年中にはお見せできるかなと思ってます。アルティマのね、172H っていうのは、僕の琵琶湖でかなりメインにするものでして、で、結局ね、ホッコの、僕がやってるのって西側が多いんですけど、その西側って、後ろにね、湖の後ろを振り返ると山がもうブワッとこう切り立ってるんですよね。で、その山が切り立ってる影響で、すごくこう岸際が深めになってる。ので、基本ね、巻物で届かないレンジってすごいいっぱいあるんですよ。そこを沈めちゃえばいいでしょって思うかもしれないですけど、やっぱり綺麗にトレースができない。うん。ので、こういう 172H とかを使って、ヘビ弾とかでヘビキャラとかでずっと一番下まで沈めちゃうっていうのが、手っ取り早いんですよね。うん。そういうところもあって、このロッドは間違いなく活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。はい。で、ヘビ弾で毎回僕いい超過出してるんで、今年もやりたいなと思ってます。はい。カーボングリップいいね。俺は感度がとかより汚れんから良さそうやなと思った。コルクとかやと汚れてきて触るのも嫌になってくるんよね、と。確かにね。まあ、コルクグリップとか汚れますよね。僕はなんかウエットティッシュみたいなんで拭いて、いつも綺麗にはしてるんですけど、まあ、それでもどうしてもね、黒くなってきたりするんですよね。僕の場合、一番黒くなるのが、冬の手袋。あれが一番ね、黒くなっちゃう、コルクグリップが。僕多分、どちらかというと手がね、乾燥肌なんですよ。なので、あんまりこう、なんていうかな、皮脂みたいなのがつかなくて、汚れはそんなにないんですけど、どうしてもね、冬の手袋は黒くなるんですよね。まあ、確かにね。なんでそういう意味で言うと、このカーボングリップであれば、もう汚れが全然目立たない。うん。から、いいですよね、確かに。いつまでも本当に、磨いてさえいれば新品のような輝きを保ってくれると。うん。でもどうなんだろう、劣化するのかな。まあ、ちょっとそのあたりは未知の部分ではありますけど。まあ、コルクとか EVL よりは、綺麗には保てるんじゃないかなと。うん。やべ、グラディエーターマキシマム買ってる場合ではなかったかもしれないと。いや、グラディエーターマキシマムもいいロッドだと思いますよ。買われたロッド、ザマックスですよね。グラディエーターマキシマムを一番最初に何買うって言われたら、ザマックスなんですよ、僕も。うん。一歩先の未来っていうのがコンセプトですからね、あれ。ちょっと誇張したね。でもこれが、このロッドのコンセプトみたいなこと言ってたんで、かなりの自信作になってるんじゃないかなと。俺はアドレナの L と ML と M と MH を使っていて、あとはグロリアスの XH 使ってます。フロック用に使う H のグロリアス欲しいけどなぁと。なるほどね。まあ、僕がフロック用に導入するとしたら、もうちょっとこう、ゾディアスとかのモデルを選ぶかもしれないですね。うん。っていうのは、ま、使用頻度がかなり僕フロック低いんで、そこにハイエンドをぶち込むかって言われたらどうかなっていうところが正直あって、まあ、やっぱりね、そのお金は無限に出てくるわけではないんで、抑えられるところは抑えていくっていう。
釣りばっかりにお金使うわけじゃないですからね。旧アルティマンの時もかっけえかっけえ言ってませんでしたっけと。言ってたかな、言ってたかもしんないけど、まあ、ちょっと若干中二病っぽいよねみたいなことは絶対言ってるはず。あとジャッカルのマークいらんかったよねみたいなことも言ってたはずだな。どうだったかな、言ってたかもしんないですね。結局ね、その最先端のロッドが僕やっぱ好きなんだなっていう、まあ最先端のロッドというか新しいもの好きなんだなっていうのは僕よく分かってきたんですよ最近。本当に新しいものが好き。新しいロッド、新しいリール、まあ、ルアーとかは別にこだわりないけど、あと車とかね、まあ、今その乗ってる車もあの現行型というか、あのもう普通にディーラー行ったら新車で買えるような型落ちじゃないものを乗ってるんですけど、それがもしモデルチェンジして新しくなったら僕多分乗り換えると思う。それぐらいに新しいものが好きなんですよね僕多分。ここ数年で分かったことですけど、ただあくまでこれは何でもそうかって言われるとそうじゃなくて、あの自分がこだわってるものだけ、自分が興味あるものだけですね。お伝えしにくいですけど、あのこれは最新機種を持っておきたいっていうね、あの変なラインがあるんですよ僕の中で。そのラインを超えたものはもう常に最新のものを維持し続けるっていうね。ちょっと話がだいぶそれちゃったんですけど、次ですね。新型と旧型のハンドルの重さの比較が気になるのですが、まさかカーボンに変わって重くなってないよねと。これはですね、またアルティマのレビュー動画作ろうと思うので、その時にやろうかなと思います。ゾディアスと変わらん気がすると。いや、それはないっすよ。多分この人はアルティマ使ったことないんじゃないかな。さすが道具バサーですね。アルティマでもゾディアスでも一本のバスには変わりないですよと。マスゲンが実証済みっていうコメント来てますけど。まあ、まさにその通りですよね。ゾディアスでも、アルティマでも、もう一匹のバスを釣るってことに関してはもう全く一緒ですからね、ゴールは。まあ、ただまあその過程をどうするかってまあ何回もいつも言ってますけども、まあ時計にしたってそうじゃないですか。時間見れたら何でもいいっていう人と、まあここはこだわりたいっていう人がいるし、まあちょっと極論ですけどね、時計はステータスみたいなところもありますから。あとまあ服とかね、スーツとか、スーツなんて着れたら何でもいいわっていう人と、丁寧に仕立ててやってる人もいますんでね。結構ね、その竿の部分も、竿というかまあ釣り具の部分も似てると思うんですよ。スーツも安いスーツで仕事するよりもしっかりと仕立てて自分に合ったスーツを着た方がやっぱ気持ちも引き締まるし集中力が続くっていう、何の根拠というかあの立証もされてないんですけど、まあ、そういう風に感じるっていうね。釣り具もね似たようなもんで、もうとにかく最高のものを使うっていうことで釣りをする時間を高めることができるっていう、僕はそっち派なんですよね。はい、次ですね。はっきり言うとダサいと。まあ、これアルティマのことですよね。旧モデルの方がいいっていうことなんですけど。まあ、確かに全然そういう意見もありますよね。ちなみにこのフェルトルアーマンさんは今一番かっこいいと思ってるロッドは何なんですかね。まあ、これ全然煽りとかではなくて、いや、アルティマがダサいんなら、じゃあお前はどんなロッドがかっこいいと思っとんねんとか、そういう意味合いではなくて、僕自分の持ってる道具ディスられても全然特に何も思わないで、ワールドシャールはクソダサいなと思ってる人いっぱいいると思うんでね、自分の好きな道具を使ってればもうそれで自分は満足っていうね、もう芯が通ってるんで、人が何と言おうが全然関係ないんですよ僕。なのでまあフェイトルアーマンなんかが今気に入ってるモデルをなんかぜひ教えていただければなと。まあ僕もね知らないモデルなら見てみたいなと思いますし、またねこの動画を見てらっしゃったらねコメントいただければなと思っております。まあ、こんな感じかな。まあ、とにかくね、アルティマ非常にかっこいいんで、今ここにありますけども。で、これ。これ。あ、めっちゃ近かった。いいよね。これを。ね。こうなんか、すごいデザインすっきりした感じ、ごちゃごちゃしてなくてすごいいい感じです。これ使ってね今年はバッチリバス釣りもしていこうと思うんで、バスもやるし、シーバスもやるし、なんかサーフだのいろいろやろうかなと思ってて、楽しい一年にはなりそうですね。